れ、リョーマ兄さん、何をしているんですか？カムイか。座禅を組んでいたんだ。白夜式の精神修行とでも言おうか。精神修行？ごめんなさい、兄さんの邪魔をしてしまったみたいですね。いや、構わん。それよりもカムイ、お前もやってみないか？え？その、座禅をですか？ああ。忍耐力や集中力の鍛錬になるし、何より自分と向き合うこともできる。へえ。じゃあ、リョーマ兄さん、やり方を教えてもらっても構いませんか？ああ。まず、ここに座ってくれ。足を組み、反対側の足をももに乗せて。あたたたた、痛いです、兄さん。足首がもげてしまいそうです。大げさなやつだ。まあ、初めてなのだから仕方ない。今日は普通に足を組んで座るだけでいい。これは肉体の修行ではないのだからな。本当でしょうか？こんな感じですか？おお、うまいぞカムイ。そのままの姿勢を保ち続けろ。はい。座禅は心を無にして行うものだが、お前はまだ慣れていまい。話しながらにしよう。どうだ？軍にはもう慣れたか？何か心配なことはないか？もう子供じゃないんですから。大丈夫です。皆さんいい人ばかりですし。それに、今はこうして兄さんたちと一緒にいられるんですからね。ああ。俺もお前と共にいられることが、何より嬉しいぞ。そういえば、二人でゆっくり話す機会も、ここに来てからはあまりなかったですね。そうだな。だからこれからは、お前の話をいろいろと聞かせてくれ。お前自身のこと、暗夜でのこと、白夜への思い、何でもだ。私も、いっぱい話したいですし、兄さんの話も、いっぱい聞きたいです。喜んで話してやろう。兄弟たちもお前とゆっくり話したがっていたぞ。本当ですか？嬉しいです。いつか兄弟全員で集まってお話ししたいですね。そうだな。きっと楽しい時間に違いない。カムイ、お前は俺にとっても皆にとってもかけがえのない存在だ。どんな時も支え合い、助け合っていこう。兄さん、ありがとうございます。私も皆さんのために精一杯頑張ります。さて、座禅はこのくらいにしておくか。カムイ、楽にしていいぞ。はぁ、あ、ようやく終わ、ああ、足が、しびれて。それが座禅というものだ。まだまだ修行が足りないようだな。もう笑ってないで助けてください。助け合うって言ったばかりじゃないですか。すまんすまん。今起こしてやる。またこうして話そう、カムイ。ええ、約束ですよ。今日は兄さんとたくさん話せて楽しかったんですから。ああ、約束しよう。お前との楽しい時間ならいくらでも作るとな。あれ、リョーマ兄さん、何してるの？カムイか。座禅を組んでいたんだ。白夜式の精神修行とでも言おうか。精神修行？あ、ごめん、兄さんの邪魔をしてしまったみたいだね。いや、構わん。それよりもカムイ、お前もやってみないか？え、その、座禅を？ああ。忍耐力や集中力の鍛錬になるし、何より自分と向き合うこともできる。へえ。よし、龍馬兄さん、やり方を教えてもらってもいいかな？ああ。まず、ここに座ってくれ。
足を組み、反対側の足をももに乗せて。あ、いたたたた。これ痛いよ兄さん。足首がもげそうだ。大げさなやつだ。まあ初めてなのだから仕方ない。今日は普通に足を組んで座るだけでいい。これは肉体の修行ではないのだからな。ああ本当かな。こんな感じ。おお、うまいぞカムイ。そのままの姿勢を保ち続けろ。あ、わかったよ。座禅は心を無にして行うものだが、お前はまだ慣れていまい。話しながらにしよう。どうだ、軍にはもう慣れたか。何か心配なことはないか。ああ、もう子供じゃないんだから大丈夫だよ。みんないい人ばかりだし、それに今はこうして兄さんたちと一緒にいられるんだから。ああ、俺もお前と共にいられることが何より嬉しいぞ。そういえば二人でゆっくり話す機会もここに来てからはあまりなかったね。そうだな。だからこれからはお前の話をいろいろと聞かせてくれ。お前自身のこと、暗夜でのこと、白夜への思い、何でもだ。僕もいっぱい話したいし、兄さんの話もいっぱい聞きたいよ。喜んで話してやろう。兄弟たちもお前とゆっくり話したがっていたぞ。本当かい？嬉しいな。いつか兄弟全員で集まってお話ししたいね。そうだな。きっと楽しい時間に違いない。カムイ、お前は俺にとっても皆にとってもかけがえのない存在だ。どんな時も支え合い助け合っていこう。兄さんありがとう。僕もみんなのために精一杯頑張るよ。さて、座禅はこのくらいにしておくか。カムイ、楽にしていいぞ。ようやく足がしびれついてて。それが座禅というものだ。まだまだ修行が足りないようだな。もう笑ってないで助けてよ。助け合うって言ったばかりじゃないか。すまんすまん、今起こしてやる。またこうして話そうカムイ。うん、約束だよ。今日は兄さんとたくさん話せて楽しかったんだから。ああ約束しよう。お前との楽しい時間ならいくらでも作るとな。